ンジュー、皆さんこんにちは、ナナです。今からモノプリスーパーに行ってきます。今日が7月13日で、明日がフランスの革命記念日なんですけど、スーパーも閉まっちゃうみたいなので、ちょっと今日のうちに食材の買いためをしようと思っています。毎週水曜日と金曜日に家の近くでマルシェがやってて、農家の人から直接大きいお野菜って買えて、すごく安くて美味しいので、いつもお野菜はそこで買うんですけど、今日は木曜日なのでマルシェがやってなくて、スーパーでいろいろ買っていきたいと思います。夏野菜がすごく美味しいので、けどズッキーニを買おうと思います。なんかフランスのお野菜ってすごい大きいよね。日本だと野菜ほとんど同じ大きさだと思うので、1個何円って感じで売られてると思うんだけど、フランスでは1キロ何円みたいな感じで売られてるので、この量りで測って、このバーコードを出します。このズッキーニは 0.63 ユーロでした。平たい桃は2個で 0.68 ユーロでした。やっぱりお野菜とか果物がフランスはすごい安い気がします。お肉は 350g で 5.29 ユーロ。しょうき。